はいどうもこんばんは、えー、スペカンです。えっとですね、今日はマイクについて、まあ、ちょっとだけ、まあ、話をするのと、まあ、検証したいなみたいな感じですね。まあ、この前にあげてる動画で、僕が、えー、ロードのビデオマイクロだと思ってたマイクが、実は え、中華製の、なんか、似てるやつだったんですよね。これそっくりじゃないこれなんだけど。で、これはですね、あの、ロードのビデオマイクロは、ライトニングにつなげる端子っていうのが付いてないんですよね、そもそも。僕がロードのビデオマイクロだと思ってた、まあ、このインチキ商品は、こういう端子が、えー、こういう端子が付いてます。 かこういうね。えっ、ー、と、これを、まあ、この、偽中華のやつに、ポンと、刺して、えー、ライトニングをこう刺すと、一応このマイクで撮れるんですけど、この間撮ったら、めちゃくちゃ、さーとか言ってて、音質が良くないんですよね。4S で撮ってるんですけど、 S 1 s とかね、そういうのあるんだから、それで使、っとればいい,んでいいんですけど、えっとですね、まあ、ちょっといろいろ問題があって、今、ほんとすごいマイク沼がやばいんですよね。まあ、とりあえず、まあ、4S でこないだ取ったんですけど、で、これを使って、こう、刺して撮ったんだけど、音質がめちゃくちゃ悪くてびっくりしたと。ロードじゃなかったってことも発覚してしまって、あまりにも、なんかちょっとムカついたので、これを買いました。 えっと、ロードの、ビデオマイクロ、なんだっけミー、エルだっけエル、ミだっけなんかそんなやつ。まあ、これは直接ここにライトニングがついてて、こういう形で、こういう形で刺すっていう感じですね。で、これもこれで僕はね、ショックだったんですよ。えー、っとですね。これみたいに、ここの後ろに、 3.5mm を繋いで、ライトニングとして刺してレックできんのかなって思ってたんですけど、それは勘違いで、えっと、ここに直接ライトニングがあって刺していくっていうスタイルのえマイクだったと。で、今なんでこう、そのマイク沼になってるかっていうと、基本的に、まあもうこれはね、4S だからもうすごい適当な、もう雑に使ってて、ケースもつけてないです。これ、素。 素の iPhone でやってるんだけど、まあ、メインで使ってる iPhone とかにはやっぱケースとかするじゃない。で、ケースをつけると、これがもうはまらないとか、めちゃくちゃいろんな問題が出てくるんですよ。まあ、とりあえず、僕は、んと割と iPhone、まあ、今はこの α7C っていうフルサイズのミラーレスと、そのソニーの、えっ、ー、とデジタルで撮れる、まあ、ショットガンマイクみたいなのをつけて、 やってるからもう全然、これで撮る分には全く問題ないんだけど、音質も画質も僕は申し分ないと思ってるんですけど、まあやっぱり、こう、ちょっともう、いちいちミラーレスのカメラを一生懸命撮るのが辛いなっていう時って、やっぱり iPhone すげえ強力なんですよね。今、犬が水飲んでます。まあやっぱそういう iPhone っていうのはやっぱとんでもない手軽さだと思う。iPhone で動画を撮る。 で、その iPhone で撮った動画を AirDrop で MacBook Pro だったり Mac、iMac だとかに、えっ、ー、と、投げる。で、そのまま編集できる。そしてそのまま YouTube で、に上げることができる。もしくは、そんなもう MacBook Pro とか、パソコンに移動させないで、そのままルマフュージョンとかで、iPhone 上でもう動画の編集チャチャッとして、それを YouTube に上げるっていうこともできる。とにかくすごく手軽にできるんですよね。やっぱりこういうカメラとかだと、 まあ SD カードに、えー、レックしてるわけだから SD カードを抜いてパソコンに入れるもしくはまあ、直接つないでデータを移動するっていうやり方があるんだけどまあ手間なんだよねとにかくそういう細かい小さな手間っていうのはやっぱり、うん、動画を撮るときにああとかってなるわけだよね想像しちゃうとその手間を iPhone だったらまあ割ともうポンと 置いて、喋るだけだけったら全然とかで、もいいわけでで、すよねでまあ iPhone XS とか11とか今出てる12シリーズとかに関しては実際マイクの音はすごくいいです。あの内蔵のマイクの音がめちゃくちゃいいです。いいんだけどちょっと広がっちゃうんだよね、声が。で、そこでやっぱりこういう系のまあ、単一指向性っていうのかね、これは指向性がある。 前だけしか撮らないですよでこの辺の反響してる音だったりとか雑音関係はなるべく低減されるっていうのは、まあ、すごくいいんですよででも音質っていうのはやっぱ結構変わるで僕の中で今んところマイクでいいなっていうのはこのソニーの、えー、BMC なんとかかな分かんないけど3万ぐらいするんですけどそれがめちゃくちゃ僕は基準になってます僕の中では。 喋るっていう音声の基準はこれになってて。で、やっぱこの辺でもなんかやっぱね、ザ・マイクで拾ってますみたいな音質変化がしちゃうんだよね。で、音質に関しては iPhone 関係の音質でもすごくナチュラルに取れるんですよ。だからまあ、音質だけで言うとソニーが一番良くて、その次が、まあ、こういう iPhone とかの内蔵マイクとかが僕は結構耳に 馴染むのかなだけど、これはやっぱ反響しちゃうし、周りの音も拾いやすいから、うん、なんかちょっと惜しいんですよね。これは、こういう系は、えっ、ー、と、そのさっきも言った、周りの音とかちょっと低減してくれるけど、もちろん今使ってるソニーや、この iPhone には負けるっていうような位置けになってます。で、さらに、こういう外付け、iPhone 外付けのマイクっていうのは、ケースをしてると、 はめることができないっていう、えー、沼、最大の沼があったということなんですよね。だからまあ、使い分けなんですよね。まあ、この iPhone 4S、こういう、もう裸で使ってもいいやってやつだったらなんだってつくんですよ。だけど、自分がメインで iPhone として、携帯電話としても使ってるようなやつってケースつけてることが多いと思うんですけど、そういう場合だと、だいぶ縛られてくると。絞られてくると。 まあいい、せっかくこのマイクいいのに、ケースいちいち外して使うのか、とかになっちゃうんですよね。っていうことでですね、えっと、ちょっと我がチャンネルではですね、このマイクを、できるだけ紹介していこうかなと思ってます。まあもちろん他の YouTuber さんとか、めちゃくちゃ有名な人たち、もうたくさんいろんなマイク紹介してるから、全然いいと思うんですけど、でも、 まあちょっとやっぱりなかなかいっぱいマイク買う人ってそんなに多くないと思うからやっていこうかなと思います。まあちょっととりあえずこ今日はえっとその前回の動画で僕がロードのビデオマイクロって言ってしまった偽物中華系をちゃんと検証しつつ僕がその腹が立ったのでリベンジでちゃんとしたロードのビデオマイクロ見える L, m ーわかんない。多分 m エ L だと思うけど、を、もう一応検証してみようという感じです。で、今、この喋ってるのは、もう俺が一番最大にいいと思ってる、このソニーっていうメーカーのコンボ、コンボだよね。カメラも文句なし、レンズも文句なし、えー、マイクも文句なしという状況ですね。じゃあ、果たして iPhone の、まあ、今回は、ケースをしない場合は、これ。 もうベストチョイス。もちろん薄いケースとかだったら多分入ると思うけど、もう保証できない。僕に、僕は厚めのね、えーシ、シュピゲンのなんかこうカードとか入れられるっていう、ちょっとここが厚いんですよ。で、それではこれはハマりませんでした。なので僕がこれを使うときっていうのは、こういうもう裸の iPhone に挿すときっていうことですね。まあそれをまあ一応前、 置ききとしてて言っておきますで、まあ、検証は、えー、今日はもうこれ多分もう500円ぐらいでもう売ろうかなと思ってるぐらいのこの中華製の、えー、マイクとロードで、えー、ちょっと検証をしてみようかなと思います。じゃあそんな感じでちょっと iPhone の方に、ねえー、移動しましょうと。 はい。えー、じゃあですね。今、二つの中華製の方と、えー、ロード、正真正銘のロードの方で、えー、iPhone 4S で、えー、動画撮りました。まあ、皆さんにも、ちょっと一応見てもらう、は見てもらうと思うんですけど、実際、今現時点で自分もちょっとこれ見ながら、ちょっと感想をね、ちょっと言います。ので、と、まずは中華製の方から、 えー、ちょっと聞いてみようかなと思いますはいどうも、えー、スペカンです <laughs> 今 iPhone4S の,の内側カメラですもうねう画像がめちゃくちゃの悪いけど、えー、そこはちょっと許してくださいちょっとしたいい感じのもう箱根の旅館に泊まってんのかなみたいなレベルでなんかもうさーってなんか緩い滝というか川が流れてるみたいなレベルで音が聞こえますね がめちゃくちゃゃく悪いけどこ、えー、そこは全然っと許しなくだよ<れ>えれ、ー、僕が一応何買ったかは概要欄に貼っとくんで、えー、それはもう買わないでくださいマジで、えー、と注意してくださいビデオマイロードのビデオマイクロだと思ってい音質はねた、えー、偽物のビデオマイクロみたいなやつの音声になってます <laughs> どうですかね 普通に音、あんま良くないと思うんだけど、どうだろうか。うん。やっぱいいと思わないんだよね。全然いいと思わないんだよね。どうだろう。ノイズとか、どうですかね。あと声の大きさとか。っていう感じですかね。割りかし、話しちゃう。まあ今、ソニーの、と同じぐらいの位置ですね。カメラは。カメラの位置は。カメラとマイクの位置は。 位置関係は同じぐららいのところから撮ってます結構音ちっちゃくなってんじゃねえかなと思うんだよね。まあそんな感じ。まあちょっと今回はね iPhone 本体だけの音声はちょっと割愛させていただきます。わけわかんなくなっちゃうんで、ね。あぁほんとか次はこのリベンジで買ったロードのビデオマイクロ。まあモフモフつけてない状態です、ね。いやロードの方ですね。そんな感じで撮ります。ロードのビデオマイクロ。えー、m e かな。MER。 多分、ミー・エルだね。まあ、ライトニングのエルなんだったと思うんだよね、エル。じゃ、ちょっとそれ聞いてみますよ、と。はい。じゃ、今度は、えー、リベンジで買った、えー、ロードの、えー、ビデオマイクロ。<laughs> 全然調べてない。調べないから、<laughs> わかんないんだけど。ミー・エルかな。エルミーかなわかんないけど。ってやつですね。どうすかね。さーって聞こえない。まず。ただ、少しあるかな。中華製の偽物の方、 に比べてだいぶだいぶさがす少ないというかさっきのやつさっきのやっぱりこの,の,てての耳を凝らさないと中華の方やっぱずさっ,っ,って言ってるよねどう考えてももうこんな使い物になんないよ、うん、ーってさ言ってないから言ってんうるせえもんって本当そんそのレベルでかんないロードの方はどうですかねさって言うのか言わないのか ちょこっとこれ使った時は言ってなかったんだよね。だもしかしたらもしこれでも言うとなったらもう 4S がダメってことですよね。まあ楽しみというか、まあちょっとそんな感じで。まあさーって言ってないと思うんだよね。である程度ザ・マイクって感じの音質には多分なっちゃうと思うけど、聞こえるはず。位置的にもまあソニーの。 マイクとマイク同じぐらいの位置っていう感じ、いナチュラルではないですね。まあちょっとね、上じゃなくなるから少し違うんだけど、まあでも、本当ザ・マイクって感じ、うん、まあこういう感じで、でも言ってるんだけど、ザ・マイクって感じマイクは向かってるんで、まあ割と拾ってんじゃねえかなと思うんですけど、ね、こういうね、なんかね、ザ・マイクの音質って、聞いてると慣れるんですよね。一発目にバッて聞いたとき、あ、マイクっぽいって思うんだけど、ずっと聞いてると慣れてくるんですよね、不思議なことに。 でも全然使い物になりますね。これ。使い物になり、使い物になるレベルでいいと思います。はい。そんな感じでした。うんとですね。まあ、やっぱり、これは本当にやめた方がいい。えっと、マジで使い物にならない。多分ね、これで動画出したら、 めちゃくちゃ低評価つくかもしんないですよね、そのせいで。そんなの嫌じゃん。だからやっぱり、これがおすすめですかね。ただし、えっ、ー、と、さっきも最初に言ったんですけど、このタイプに関してはですね、基本的に裸レベルの iPhone じゃないと刺さんないっす。なんだろうな、ちょっとでもこうケース側が深いと、もうちょっとこう、 チょンってやっただけでポロンって落ちちゃうんですよ。だから、まあ、裸で使ってる人で、さらに、こういうね、こういうマイクって、なん,ていうんですかね、今みたいに、こう座って、低位置から、撮る分には、全然ありなんですよ。このソニーのやつにしても。でも、例えば僕が結構なんかこう、動いたりすると、 多分このソニーのマイクとかでさえもこうやって喋ると多分小さいんですよね。声のボリュームがグーンって変わるでしょ。だからこういうショットガン系のマイクはまぁ、あ、手、基本的に喋る人が動かない。えっ、ー、と前後、大きく前後左右動かないとか後ろ振り向かないとかっていうのが前提でまず使うときに力を発揮する。 で、さらに、これに関しては、えっ、ー、と、僕が推奨するのは、素。ケース。ノーケース。ノーケース iPhone の状態で、使用するのが、もう一番、おすすめというか。ノーケースっていうのは、まあ、ケースに毎回外すのが手間じゃない人は、でもいいと思うよ、これで。でも俺は手間なんですよ、それ。すごく嫌だ。だから、僕はこれは、裸の iPhone を使うときに、で、さらに固定で、 自分があんまり動きがない。自分自身があんまり動かない時に使うマイクっていうことになります。音質は、うんとまあ、今確認したけど、そんなに悪くないし、ノイズもないさっていう、すげえ気になるレベルでは起こってなかった。だけど、かなり限定されるよね。その、ケースとかって考えると。ケースもつけて、って考えると。あ、ケースをつけ、んつけないで、 撮るとなると、で、さらにはあまり動かないとかって考えちゃうと、もうだいぶ限定されちゃう。なので、まあ、せっかくこれ買ったけど、あんまし使わないかもしんない。ああ、まあ意外と使うのかもしんないけど、わかんないな。とりあえずね、この部屋で撮るときはね、もう基本的に僕このフルサイズのえカメラで動画撮っちゃうので、うん、言うほど使う機会がないかもしんないですね、これ。切ないけど。まあ、ただ、自分のね、 部屋とかでは僕はあんまりこのカメラ持ち出さないので、そういうところで固定で喋ったりするときは活躍するかもしれないですね。っていうのが、まあ一つっていう感じですかね。でですね、一応まだですね、僕今沼って言ってるぐらいなんで、マイク、マイク探しの旅をずっとしてるんです。まあマイクっていうのは基本的に1個でいいわけじゃないと思うんだよね。 そのまあカメラとかだったらレンズ変えたりとかいろいろするじゃないですか。それと同じように、ま、用途とかシチュエーションとかでマイクは僕は選ぶべきだと思ってるんですね。ものすごく自分が動いたりして、そのマイクとの位置関係がかなり頻繁に変わるっていう場合は、ワイヤレスのマイクとかをこう、ここにつけたりして、撮った方が絶対いいんですよね。あとはま、あ 例えばカメラはこっちから撮ってるけど、でも自分は前を向いてなきゃいけない。まあ僕だったら例えばドラムをこうやって叩いてるときに後ろから撮る。で、そのときに喋ってるときに、これがね、こうあると僕の声埋もれるんですよね。毎回こうやって喋んなきゃいけない。で、それがめんどくさいので、そういうときはワイヤレスのマイク使った方がいいとか、まあそういう、何ですかね、シチュエーションによってかなりマイクが変わると。っていうのが一つ。で、さらにもう一つ。 カバーがライトニングの邪魔をするっていうポイント。で、そうすると iPhone も、えっ、ー、と、僕はまあまあこういう過去の iPhone をたくさん持ってるので、えー、それで、それによって、なんつうの、iPhone 自体も撮る iPhone とかも変わ使う iPhone とかも変わってくるんですよね、正直。非常になんて言うんですかね、いろんなマイクを、まあ、 ちょっとトライしていく会はあるなと。で、それが、まあ一応なんていうんですかね、皆さんに、えー、もしね、僕の動画を見たときに、あ、このマイクだったら自分の用途に合うなとか、この音質だったら許せるなとか、そういうのがまあ見つかるかなと思うので、まあ需要があるかないかは別として、まあ僕自身もすごく気になるんで、沼にも,もうハマってるので、なんかいいマイクにちょっと出会いたいなっていうのもあるので、まあ出会ってるんですけど、すでに。 でも iPhone でって考えるとまだ出会ってないのであんまり音質も用途的な部分でも完璧だし最強だっていう,うマイクにはまだ到達していないのでまあ少しずつ色々え紹介していきたいと思います。なのでまあこれはとりあえずですね、売らないで撮っときます。意外と良かったんで。裸の僕が持ってる裸系の iPhone だったらこれ 使えるし、いいかなと思っています。で、こっちの中華系の、これはもうダメですね。これもう使わないっす。クソすぎ。なので、えー、ちゃんと、一応でもこれ概要欄に貼っとくんでね。これ安いんですよ。ものすごい。なので、まあ音質悪くても、とにかく安いマイクが必要だっていう人は、買ってもいいかもしれないけど、だったら iPhone のマイクでいいよっていう話なんですよね。だからまあ難しいんですけど。まあ、でもとりあえずですね、この、やっぱり、ロードの、 マイク製品はししっかりしてるって思う音質に多少はねえっ、ー、と難はあるけど全然いいと思うさっきも言ったけど裸に近い iPhone で自分が動かないでマイクマイクに対して正面でいられるっていうことが維持できるような状況に関してはすげえいいと思いますこれっていう感じでしたじゃあお疲れさまです